大紀元時報は中国の真相を伝える独立メディアですが、中国当局からは目の敵にされています。ここ数ヶ月間、香港大紀元の印刷所がたびたび暴徒による破壊にあっています。7年前の2006年には印刷所に暴徒らが侵入し、印刷機の設備を破壊したこともありました。香港大紀元時報印刷所の責任者マンディさんによると、25日深夜1時ごろ、印刷所に戻った時に入り口の鉄の門が金属製のもので叩かれ変形していることに気づき通報。幸い室内には侵入していなかったそうです。睇到閉路電視咧，就真係喺22号下昼3点，即係離開鎖咗門走咗之後咧，係23号朝早嘅8点01分，發覺暴徒咧就蒙住面、戴住口罩咧，嚟撬嗰啲門咯。大紀元の印刷所が破壊にあったのは今回が初めてではありません。昨年10月末には暴徒らが扉の鍵をドリルで傷つけたことさえありました。また12月31日大晦日の深夜には、7人の男が印刷所が入っているビルの玄関ドアのガラスを割って侵入するところが監視カメラに映っていました。戴口罩啊、戴手套啊、戴黑超咁样噶，佢哋就准备入 lift， 咁样管理员都睇得到咧，佢哋咧就攞住一包包嘅工具嘅，管理员咧都报警，警察咧几分钟咧都嚟到啦，佢哋好快就分散咧就往外跑。度重なるこれらの暴行に対し、香港大紀元は強く牽制しています。マンディさんは、破壊行為の背後にいるのは中国共産党勢力だと指摘します。大紀元呢就係、揭露中共嘅，呢啲咧好肯定咧就係中共派嚟噶啦。佢哋全部都係後生仔嚟嘅，而且咧好似好了解呢個環境。また警察当局には事件を徹底的に調査し、犯人を法律の下で裁くことを促します。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险的，是党的家法。